総理さんよりもやっぱ裏切りだし、なんか最後に、こう、ドローバーストして勝つってのもねえしな。いやいや、レノは本当に必要なんだけどね。まあまあ。総理さんもゴミだし、バイオレットアイも役に立ってねって感じだな。レノは必要だけどね。まあ、どうなんだろうね。多分だけど、やっぱ総理さんいらねえわ。総理さんが、ゴミすぎる。こんばんは、今日も。はい、ありがとうございます。ヴァイオレットは最後局所的に、あと一応ヒロパーって殴った時の2点分ぐらい吸収してくれるでしょ。2点ぐらい。いいじゃん。こいつ適当にテンポ出しできるでしょ。俺3ターン目これ出す。Sorry, Charlie. いいね。いい名前だね。Sorry, Charlie. いや、ヴァイオレットも使えねえよ。ウーズはありかもね。ウーズはそうだね。そうだね。ウーズ久しぶりに入れる。ウーズ何回も入れちゃ出したし、入れちゃ出した、入れちゃ出したっていうピストン運動を繰り返してるけど、ウゾスはもう死んだ。ウゾスはもう早くも死んだ。3戦で死んだ。そうだね。ウーズはありだね。正直、ウーズはありな気がするわ。なんか久々にウーズ入れたくなってきたわ。ウズウズした。ウズウズしてきたわ。いやー、そうだよ。だから、バイオレット、ヒアエル勝利はあると思う。まあね、20戦に1回ぐらいあるんじゃないかな。俺もそう思う。ウーズはね、使えると思うんだよね。もう適度に使っていきたいんだよね。まあ今、除去たっぷりあるから、こいつをイケイケに差し出さなくていいだろう。突き始めのアグラが多いときはウーズあり。そうだよね。いや、てかハンターが結構厄介だから、あいつ何回俺のこと殴ってきたの？すげえ殴ってきたでしょ。ハンター。ハンターにすごい、殴られるしさ、シェーマンもそうでしょ？ハンター、シェーマン、もう、ワン、ボリは別にどうでもいいんだけど。ハンターとかシェーマン。あとは一応、ローグ。ローグこの前毒で殴られたからさ、ジコさん超持ってないよ。持ってるよ俺、超。ちょ、持ってないけどいらねえよ。なんであんなゴミカード入れなきゃいけないやろ。無敵おばさんいらない。微妙じゃない？まあ、微妙だと俺は思うけどね。まあ、でも、まあ、今日週始めだしさ。ちょっといろいろ試そう。今日は週始めじゃないわ。月始めだし。まあまあ、今日は、適当に回してみよう。あ、俺殴りたくねえわ。ごめん、無理だ。俺殴れねえ。これだ、1マナ突撃回数か。そうらしいね。序盤をなんとかして生き残るために入れたんだろうね。そうね、前のデッキから何かを変えるとしたらウーズだろうね。でもね、懐かしの土雲は今気持ちいいけど、土蜘蛛の気持ちよさは半端じゃないけど。まあ、これ次のターンに俺カードなくなるんだけど。早くも。キュレーターとか入ってこないのかな、これ。我は栄光なりは強い。そうだね。我は栄光なり強いよね。4マナで32と05でしょ。要するに4マナ37だからね。スタッツは化け物だよね。適当に4コスト12、12の最強カード入れてみよう。あれはまあ夢はあるんだけどな。あれ入れるんだったらアザミちゃんも使いてえわ。お前なんかパニッシュしてくれ、こいつを。ブラン残しをパニッシュして。クッソファッキンパニッシュしてんだけど。あー、できねえじゃん。クソ。ブラン残しパニッシュしたかったな。まあ、パニッシュする内容もねえんだけど。まあ、いや、無理やり使わせたということで。お後がよろしいようで。この手札よ。これがローグのいいとこだな。酒場の土蜘蛛も面白かった。そうだね。酒場の土蜘蛛も絶対面白いと思った。
あー、あかん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 、これあかんやつですよ、あかんやつですよ。えいえい、えいえいえい、もうゴミ、もう死んでる。あ、やっぱ結局元のデッキに戻したくなってきちゃうな。早くも来てくれ、バニッシュバニッシュ、カエルバニッシュバニッシュバニッシュスパニッシュバニッシュスパニッシュバニッシュスパニッシュ。無理ですわ、もう無理ですわ、これはもう許されねえ。俺はこのクソファッキントロールデッキを使ってるからなんだろうな、もう俺は許されねえ。許してくれ、俺を、俺をカエルっち来てくれ、カエルっちからのバニッシュ。ひたすら送らせるってこと、相手を。まあ顔は、まあ、いわゆるあれもソフトトーントだよね。いやもうやめてくれよチコちゃん、チコちゃん無理だよ、もうハンターとは戦えないって言っただろ俺。チコちゃんハンターとは戦えねえよ。お、いいカード、こんばんは、今日も、はい、ありがとうございます。チコリーター、ポケモンでちょっと主人公のポケモンだったチコリータ、やめてくれ。勝てねえよ。おー、せっせかしゅうか。何これ、クマちゃんトラップだったりすんのこれ、まさかの。これ何これ、クマちゃんトラップ、あ違うのか。我らの望みを出すわ。これ何、言うはずだったのに。え余裕プレイか。見たか今の、読んでたからな今の。よし、これ YouTube 行くわ、今のだけで、今のだけで俺の勝つだ、今のだけでもう俺の勝ちだと思う。もうやりたいことできた。もう俺の勝ちだ。もうごちゃごちゃ言わない。もうごちゃごちゃ言わない。今ので俺の勝ちだ。今完全に狙ってるから。
でもどっちみち倒せないんだよね、どっちもね。どうせこれフリーズでしょ。おお、ヘビちゃん。あ、いいね、ナイステンポだね。帽子から猫に取っときたいんだよね。このためのバイオレットだった。そうそう、待って、帰るっちは。ちょっと待ってくれ、違うじゃん、話がいろいろ違わなくないかい。話がいろいろ違うよ。待ってくれ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 、これ何、これこれ何、これこれ何、ティーム、これ何、変なの入れすぎだろう。うわ、ツンデレサイダー。ああ。ああ。課金レベルになったらその首の包丁にプレミアム、そうだね、これこれあれだね、それか、もし、あ、これプレゼントにするわあの、みんな欲しがると思うから、これはあの、何プレゼントって言うんだっけ、ほら、おお、カーブ投げてきたな、相手とんでもねえカーブ投げてきやがった。お、しかもカード今度ここで止まってんな。もうお前出せない。あ、出せるのか。いや、カエルっちが来ねえんだもん。応募者全員サービス違うよ。そんな購読者のみに決まってんだろ。バカ言うな。うちは資本主義をもっともっとしてる。出た。いつものやつな。これ何？これ何トラ？もう何トラでもいいけど、何トラでも出てほしくねえな。うわぁ、これ場にしたら出てくるやつなのかな？これ何トラなんだ？クマちゃんトラップか。ほらほら！行くぜ！なんか2桁フィニッシュした頃の放送に戻ってきたね。あの頃の俺に戻ってきてる。これいい傾向にあるね。いい傾向にある。ふぅ。ふぅ。杉本さん、ライオン大歓喜じゃないか、これ。ハライチ。
うわぁ、ライオン大歓喜してくんだ、これ。恐ろしい大歓喜だな。見えるね、相手が大歓喜出てくんの。何これ、ガブ？ガブここに使っちゃう？ははは、斜めライオンな。斜めライオンな、俺たちの。いいね、俺たちの斜めライオンな。ガブ。はん。いいよ。来るな。うわ、くっそ、ファッキンハテナプレイだな、これ。これ以上のハテナプレイはないぞ、もう。ははっ、おう、フラペロリーノ。フラペロリーノ。Okay, it's over, GG。GG, well played!毎回、なんか、おー、ジャンピングアライアか。これは気持ちいいアライアだな。これはジャンピングだわ。これいいプレイだね。総理さんがゴミすぎる感じはちょっと否めねえな。もう一回やろう。でももう一回やろう。チコちゃんなかなか上手だったね。いや、アライ本当久しぶりだよね。お、いいマッチアップ。海賊だったりしたよこれ。おいおい、それともファティーグウォーリーだったらどうする。おいおいおい、夢が広がるな。あ、良さそうだね。海賊っぽくてもこれでなんとかなるだろう。くれくれもいらないな。てか、やっぱり前のデッキの方が良かったわ。当たり前のことをまた言ってしまいますが、前のデッキの方が良かった。やっぱり持ってて良かったスカルカーって言ってた通りだったね。前のデッキの方が良かったよ。もう言うまでもね。おう。OK。つゆさん、俺もうこれ投げるぜ。2枚持ってっから。もう無言で殴っていくスタイル。もういいやろ。もうバレるもバレねえもし、もうヘッタクレもねえよ。とりあえず殴っとけばいいよ。このスピードだったら相手も多分何が起きてるか多分まだ掴めてないはずだから。この速度は。この速度は多分ね、大丈夫。なんだこの速さは。くらいにしか思ってねえよ。殴らない、しかも。意味が全くわかんねえ。もう、俺は魔境にまた突入したんだな。わかった、今、はっきりと今わかった、俺。ティーム、聞いてくれ。ここは魔境だ。殴らないという謎の選択肢だ。おい。ティーム。ティーム。俺は今また魔境に帰ってきた。とんでもねえ、深淵まで戻ってきてる俺は。今俺ははっきりと分かった。間違いない。ここは魔境だ。でも相手これだとゴールデンチャンプだぞ。なんで殴んなかったんだ。もう意味が全く分かんねえよ。もはや。ヤーモハ。ヤーモハ意味が分かんねえ。は？嫌いか？は、しかも倒せなくなったじゃん。完璧なプレイじゃないか、それ。死んでくれ。ははははは。来たか、お前が。
あ、いいね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。面白い、面白い。いける、いける。これは面白いわ。ここでコスト下がるの結構でかいだろう。あ、これはいいわ。これは刺さったな。初めて刺さったわ。これはいいんじゃない？このコストダウンはすごいぞ。これはいいんじゃない？は？は、泥棒。泥棒猫。あ、お見事すぎる。こいつプロじゃねえかよ。これ2枚目だっけ俺。これいらねえよ。ジョーンズかよ、バカだね。バカジョーンズ。じゃあこいつと戯れてろ、お前は。下がったの5枚いいね、事実を伝える者がいるね、うちのチームには。正しいことを言う者がいる。渋いね。燃えるカードが渋い。もうこれ出せねえしな、もう。氷一番いる。そうなの。おお、BG さん。バロゲド。おお。クラペリーノ。これ何使うんだ。だって最近カードの取り間違いもまた多いからな。ああ。ね。お、来た。お、これは影隠れがどこのこうのでうんたらかんたら。いけるんじゃないか。影隠れがどこのこうでうんたらかんたら。マリガンで来ないとずっと腐るな。本当だね。だって、これ燃えたら邪魔だからな。単純にね。単純に邪魔っていう。あ、もう鍵隠れないじゃん。鍵隠れねえじゃん。はい、終わり。俺のやりたいことできません。はい、ありがとうございました。あ、それ強えわ。あれ、俺、サイエンジェントいないんだっけ？そういや。なんかミニオン出したいんだけど、俺出したら大丈夫、これ。でもこれワンチャンバニッシュある？いや、ねえな。いや、あるか。あるな。いい。
やば、集合ナイズこれ引けねえじゃん。集合ナイズ来るやろ、プレイ失敗。まあでもそうか、あーこいつやりたいがために残してるけどな、あー絶対でも出してたらこいつ倒されちゃうんでしょ、プラン。そしたら何 ?4 枚じゃん。意味ねえじゃん。これ出しといてこいつが殺されなかったらできるってこと?な結局使えねえじゃん。ブラン出しといてもどうせやられるし、こいつ出しといてもどうせやられるしろ。結局どっちもやられんじゃん。無理じゃないか。できねえよ。夢物語でした。鍵隠れ取っとかなきゃいけないとか無理だろう。総理さんでコスト下げる。ああ。でも先使っちゃったもんな。あそこじゃあ我慢しなきゃいけなかったのか。じゃあ俺のミスプレミカじゃまた。そういうこと?ああ、それくせえな。あそこで我慢すればよかったか。それはあるな。一理ある。完全にリーサだったよな。でもまあリノしたいからな。墓荒らしでコインを食べるなるほどね。墓荒らしゲーか。それもありだね。やるな。うわぁ。パーフェクト勝ちみたいな格好にはなんねえってこと ?8、9、8足いくつ?あー、パーフェクト勝ちになんねえなあ、なったか。やればよかった。そうそう。ジャスティサーな。あ、これもよく出る話だな。ジャスティサーを2回なんちゃらかんちゃっていうのはできないっていうの。これもよく、ウォリコン界隈でよく出る話題だ。ウォリコン配信のところでたまに見る。いいよ。マイターン8。そうだね、マイターン8は化け物だね。お化けスタッツだな。あ、ちなみにさ、今日さ、今日カメラ写真の授業で習ったんだけどさ、この影のつけ方を顔の半分 50% だけかかってる。あ、ちょうど今だね。そうするとね、すごくね、こう、男らしい表情になるって言ったわ。それだけでね、見た目がよく見えるって言ったわ。そうなんて、60% ぐらい、このぐらいか?このぐらいにすると、柔らかい、光になって、女性らしく見えるって言ったわ。だから、もうちょっと、女性風にやるんだったら、もうこの辺を見て、こう、ふんふんふんってやった方がいいらしいわ。はい、以上。今日の私が学校で習ったことの講座、以上。
私が習ったことのコーナー以上。今日からそれを一つずつ言うよ。今日習ったことのコーナー。ジャスティさんを流血の騎士団で増やす今後率予想。おお、これはどうする？もう投げたいな俺これ。どうすっかな。俺これ出したいんだけど、こういう時どうせいらねえし、これゴミだろ。まあいいけど、とりあえずリュウジだから。リュウジじゃねえわ。ちょっと面白いいいね、受けた。もう受けたと思ったらもう続けるから俺、しつこいから俺。いけ、ファンネル、ピンファンネルでいいわ。訓練校はね、3月10日か11くらいまで。え、あたふたさせる？まだ早いだろう。こっから来ないことも想定されるのか？まあでもこれせっかく2枚あるしな、どっかで使うチャンス来るんだろう。ゴミじゃないかよ、死ね。これ竜じゃないわ、ごめん。そのパターン2枚もいるの、いい質問だね。俺も思ってた。やめよう。黄金比率を意識して顔の意識を、位置を調整しよう。そうだね、それもやっていきたいね。これ何、これ、ヌゾンゾンってこと？これ入ってるからこれ、ヌゾンゾン？何これ、ヌゾンゾンなの？これ誰これ？ヌゾンゾン？そうだね、プリちゃんこいつ倒せないでしょ。訓練校って何度かこう、あの、デザイン、広告デザインっていうね、やつで今いろいろと勉強しております、私。秘技見せるか、ここで俺の。やるか？ああ、どうしようかな。でも今ドローしてっちゃしてえよな。秘技やるか。送り込んだけどみたいなとこあるよな。俺もドローしたかったしな、ちょっと。おう。おう。ああ、んぞってきてんな。相当んぞってきてるぞ。相手も相当んぞってきてる。ああ、正直、ブランで出したいわ。もうドローしたい。俺がドローしたい。じゃあさっきな、じゃあなんで猿の座出したんだよっていう、そういうツッコミはなしだ。あと俺もヒロパーを使うべきだってことは俺も重々承知してる。でもカエルリーノがいねえんだよ。カエルリーノ来てくれ。沈黙。フェイス、いいね。おお、これはクラペリーノだね。これクラペリーノだわ。これいくわ。かわせよ。ディーブラン。ヒギ。見せたぜ、俺のヒギ。D ブランをよ。もう先に書かれてるわ、D ブラン。ヒギ D ブランだよ。行くぜ、次のターンだ。でもこれ、もう次のターン使いたいんだけど、もう。待てねえよ、俺、正直。無理無理、もう待てねえ。もう無理無理無理。
ここで待つ方がどうかしてるわ。どんな秘密が待っとるんだい。また来た、くれくれくん。最初に来なかったら、あの、全く役に立たない、ゴミ。カエルリーノして、超カエル投げてえなこれ。でも集合ナイズ燃えたら笑えねえんだよな、ここで。ここで集合ナイズ燃える可能性クッソ高いな。あ、それはさすがに避けるか。あ、やりてえ、超投げてえ、あ、超投げてえな。やめよう。耐えた、俺は耐えた。この配信専門の方すぎて意味わからんけど笑う。専門用語は草だね。くれくれくんも二度と使わねえわ。もうゴミ、こいつ、こいつはゴミだわ。こんなゴミいらねえわ。ブランが死んじゃった。ラグナロスに与えられし我が力を見よう。なんで来ねえの？え、これまた燃えるじゃん。バカかよ。あ、本当？また捨てんの俺これ。サプリーヌ。まあ次コスト1下がるからな。D ブランチで真剣に議論したこともあった。そんなこともねえだろ。その時期は多分ねえわ。俺記憶にねえぞ。嘘ついてん。それ捏造だぞ、ティーム。今ティームからの捏造を今俺発見したわ。それはねえわ。ダメか。うわー、これ2マナのこれ使って大丈夫か。やりたいことしか考えてねえけど。2マナのこれ使ったら、だって待ってよ、2マナでしょ。2233でいいのか、2233いいのか。まだ1枚は大丈夫か。まだいいのね。え、俺死なねえじゃん、しかも。待て待て、俺死なねえわ。なんか俺が死ぬように仕向けないと意味ねえんだけど。なんで俺集合ナイズ使ったんだろう。集合ナイズ使わなきゃよかったんだ。あ、集合ナイズ使わなきゃよかったんだ。何言ってんだ、俺集合ナイズ燃えればよかったんだ。そういうことか、もしかして。俺のカードだってこんなに潤沢だもん。相手死んじゃうぞこれ。待って、相手が死んじゃう。ちょっと待って、相手が死んじゃう。悲しすぎる。ちょっと待って、どうしたらいい俺。雰囲気だけやる。もしかしてこれに救われてる俺。計算してねえけど、もしかして救われた ?1 くらい残ったのが、今1残ったのかな ?21 か。結局1残ったんだな。じゃあ叩けばよかったのか。まあいいや、そんなのどうせ向こう計算できねえだろ。
あ、牛さんにボコられて住んでたんですよな。なーにもない。最初っから見てる人、あのね、名前でね、俺覚えてるけどね、でもね、アリーナ俺ずっとやってたから、アリーナ見てくれてる人いるし、アリーナやると見てる人もいると思うな。いるぜ。ゼロじゃねえな。レノいればバイオっていらんな。正解だね。正論を述べるな、君。正論を述べるな。正論を述べるな。何この面白い、面白いよ、せやろ。なんなら残り1の方が良かった。あー、せやな。ギリギリ感演出したかったな。せやな。まあ、これだけ取っとくか。最近見始めたばっかだわ。でも大丈夫。まだ俺の長い配信生活を考えれば、まだここはもう最初期、黎明期と言われる。ここはね、黎明期と言われるとこだから、全然ね、遅れてない。早い。むしろ早い方。フレフレ抜かないの。あー、忘れてたわ。忘れてました。はい。魔球にいると米ぬかいすも呼び回れてほら。せやな。お見事ねって言ってくれよなあ、バリーラちゃん。これからレジェンドになってくせや。いつまでハロウィン気分いいじゃないか。これかっこいいやろ。まあ、集合内で燃えた時の保険的な立ち位置、もうミルローグやってて集合内で燃やすようなプレーしたら絶対ダメだからな。もう絶対しちゃダメって言われてるやつだからね、それ。あ、間違えた。何やってんの、俺。俺、ヒーローパワー打てると思ったんだけど。じゃ無理やり帳尻合わせるわ。じゃあ。あ、待って、コインでよかったじゃん。待って。待って。無理やり帳尻合わせるのも失敗した。コインでよかったわ。やべ、ライデンが言ったことを思い出した今。段取りは大事だぞって言った。ああ、失敗したわ。ジャラクサスズーは初期だな。相当な初期だな。モバイルレーナーもっとアグロッシーさ作れできるだろうが。せやな。せやな。それはあるな。ライゼンが言ってたこと今思い出してるわ、今。今、頭の中でこう繰り返し反芻してる、今。段取りは大事だっつうよ、ライゼン。そういえばそんなことライゼンも言ってたな。でも今ぐるぐる回ってる頭の中を。じゃなくてさ、良き時代だね。カイル・リーノはジャラズのインパクトを超える試合は未だない。そうだね、ジャラズは面白かったけど、でもまあ細かいこと言うと、あのね、俺の最近の中ではランク5か4ぐらいでさ、ほらドラオリにさ、ボコボコに殴られて勝ったやつあったじゃん。2回ぐらいほらグロマッシュに顔面殴られて勝った試合、俺個人的にはあれすごい気に入ってるんだけど、ドラオリにさボコボコにされそうになって勝ったやつ、あれはね、いい試合だったなと個人的には思うけど。初めてトイレビームした時驚愕した。しないでくれ、それぐらいのことで。ブリン、化け物じゃねえかよ。勝てねえじゃん。ああ、無理。あの試合はいい試合だったけどね。初めてのトイレはマジで天才だった。あれはどうなんだろうな。多分誰かからパクってんじゃないかな。なことねえのかな。
あんまり覚えてないけど、でも。じゃらず。じゃらずって言葉になってるのも怖いわ。なんでこれカエルリーノのせいじゃねえこれ。ちょっと待って、来てくれ、カエルリーノ。トエビンマンマジで得点高かった。そうなんだ。トエビンマンみんな好きなんだね。滞在のカエル侵食も最新的に良かった。そうだね。滞在のあれ面白かったな。1回目はちょっとね、まだね、もしかしたらやられるかもって思ったけど、2回目に全部並んだ時にはさすがにな。さすがに負けねえなっていう感じがしたね。ちょっとさ、お前もコールドライト持ってね、俺にも引かせてくんねえか、ドロー。引かせてくれ。コメントだけ見たら赤子と勘違いされる。何がだ？どういうこと？まずメンタル弱いな。おお、ハロウィン仕様じゃん。あ、違ったわ。嘘ついちゃった。すべて違うの流れ。あー、あれもよくやる。ジャラズーからのハリソンか。あー、一連の流れな。うん、一連の流れもあったね。え、これもう一匹いんの？こいつ？その人ですか。へぇー。へぇ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 。おぉヒーローは遅れてやってくるってやつだな。わかってたぜ。待ってたぜ、ブラ。あー、増やすか。あ、おっと、危ねえ危ねえ。危ねえ、ちょっと待ってくれ。危ねえぞ、今。今、危ないプレイしそうだったな。今一瞬の俺の好判断で防げたけど、今な相当危ないぞ。メンタル弱い読み BM 違うだろう。あれはエモートは戦略だからね。もう今のお付き合い願うでも相当今のでももう精神が壊れたから、音が聞こえてるよ俺には。バラ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 って崩れてるから今。もうすでに。もうバラ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 。あ、無意識にラグ集合したな。そんなこともあったわ。そんなこともあった。確かに。それやったわ。それは覚えてる。まあ、そいつのバリューそんなないからな。お前分かってっか今。今お前誰相手してっか分かってっか。そいつのバリュー言うことないぞ。どっちがいいかな。原崎2枚あるんだ。でもな、原崎っていうかこれ3マナ出して何も来なかったらこれ結構痛いんだよ。こっちにすっか。繰り返して今日は最終回です。違います。これサプリの使ってないよね。あ、これサプリのされたらこれ結構痛いじゃん。ちょっとやだサプリのやめてよ。俺バニー一回使っちゃったんだよね。あ、サプリのはねえんだ。あ、オッケーオッケー。3点しか食らわないんだったら上等。あれ、なんか出てくる。え、アサシンブレード。ああ、それはそっちからできた。やっぱウーズ必要だわ、やっぱり。やっぱウーズだわ、必要だったの。チーム。ウーズだ。でーれれ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 ザリルは課題評価、そうだね。ミラクル使う分にはまあ使えない。それ以外はあんま、そうだね。チャリローだったらね。確かにね。こんばんは、調子はどうですか？いいよ。今日はね、ベラも回ってるし、コメントも読めてるわ。アリーナ人さんことはチームじゃなかった。そうだね。アリーナ次は、もっとこう静かというかね、ああ、勝ちました、みたいな。ああ、負けました、ぐらいで。現実的に武器メーター必須そうだよね。くれくれウーズありだね。でこいつ遅延すんの。嫌がらせか？
なんだこれ、クラペリーノこれ、一気に GG まである、これ。こいつクラペリーノしてくる可能性あんの？ポコパリーノってこれしてくんの？ちょっと待って、そろそろレノの準備しないとこれやばいな。ちょっと、目の前の敵とちょっと戯れてくれねえと。いや、コンボパーツあるけど、これ、下手したらそうなんで死にうる。こいつにね、また、血死毒投げてこいつ殴ってくるから。そうだね、渦1枚あったら違うだろうね。ひっさぶりにこの武器やな。シャーマンのせいで大抵の敵に、そうだね、してもあるからね。引退するんですよ、これからお父さん。そう、あ、お父さんもまあ、俺の代わりにサブスクライブだったら、まあ、俺が引退したらそうしてください。ぜひね。私もね、アマゾンプライムが始まったらね、お父さんのところを、ただでサブできるんだったら、お父さんのところをね、サブしようと思います。ただ皆さんはお父さんじゃなくね、ぜひね、ジーコチャンネル。ジーコチャンネルをよろしくお願いします。ジーコチャンネルを、何とぞ、ごひいきに。あ、これメンタル絶対弱いわ。わかってる。明らかにメンタル弱いから。ほら。メンタルが弱すぎる。何このメンタルは。ほら、やっぱメンタルだわ。もう、メンタルが足りなさすぎる。またやりたいことやろう。行かないで。よし、行こう。よし、行こう。今だ。行ける。あー、惜しいなー。惜しいなー。あとちょっと、あと一歩だったのになー。惜しい。やりたいこと次の段に全部できたのに。ちょっと休憩、トイレ行ってくるわ。最終的には大敗そうやな。否めねえな。あ、ウーズ焦った。あ、いいじゃん、でも。あ、いいじゃん。あ、よくわかんない。これ良さそうだわ。ジーコのミルローグ見て、ミルローグ始めたらいいね。ぜひね、楽しんでください。ジーコ表彰しとってマジ、はい、そうです。ウーズ必ず次入れます。次、必ず入れます。ありがとうございます。
ランク18、15、18。まあ、今ちょっと環境悪いから。あと、1週間したら勝てるようになるから、落ち着いていこう。焦っちゃいけないから。落ち着いていけばいいから。落ち着けば勝てるから、大丈夫。多分ね、ランク、まあ、こういうことで、でかいこと言って、また負けそうだから嫌だけど、ランク5くらいまでだったらなんとかなると思う。お？なんだこの攻めの手札は。先月はね、ランク4だった。ベストで。ベストがランク4。BGM が消えちゃった。復活。なんだろう、フリーズかな？何これ？もう何？なんかやれって言ってんのか、これ。相手めっちゃ嬉しそうだけどな、こんなの。お？こいつが入ってるの見るの久しぶりだな。まあいいか。まあいいや。出た、帽子から猫。最大ランク3、最高4です。嘘をつきません。4です。月の上空は青黒いから、そうだね。だからちょっとハンターがまたあれでしょ、なんかどうも出しゃばってるから、それがまずいよね。ハンターの出しゃばりはね、すごくまずいです。ハンターがこんだけ出てくるとね、すごくまずい。どっちにしよっかな。まあ、こっちの方が2つあるもんね。バシュリ。テルレ。シャドバでだけど、ハースってどんな感じ？でも俺、比較できないからな、俺。ハースじゃない、シャドバやったことないから。わかんねえわ。どっちも楽しいちゃん。おう、これブランからのクラペリーノできるな、次のターン。ブランからのクラペリーノ超してえな。でもブランをここで出したら多分狩られるんだよな。となってくると、ここで使えるカードは一つだね。まあでもな、これがもし通ったら、通るわけねえよな、こんなの。通るわけねえよな。死ねえ、お前は。通るわけねえな。で、ブラン、生きててくれるかな？生きてるだろ、多分。まあ、無理やり殺されたら殺されて、それはそれでいいわ。ここでカエル出す方がよっぽどよくねえと思うな。そうだな。そうだな。そうだな。そう、お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 、
え、また帽子から猫。またかよ。もういい加減にしろよ、帽子から猫。シビラプロに聞いたほうがいい。そうだね。あの人は両方やってるもんね。アリーナやれ、俺言ってる？アリーナ、アリーナもやりたいけど、今日はやんねえわ。スピックは面白い、それ以外してない。やりたいことを実現するために頑張るゲームを。え、俺一緒じゃん、じゃあ。はぁ、あ、ハースト。ハースト、そんな変わんねえよ。上位互換、荒れるわ、それは荒れる。核荒れ。確定の荒れだわ。これって何？フリーズ？これって何？ちなみに、ティーム、これ何？これ誰か教えてくれ？これ何？ティーム、ちょっと教えてくんね。これ何？ティーム。ティーム、素直に教えてくれ。これ誰だ？あ、これ何？これ何？ティーム、教えて。キューボ。答えキューボ。ティーム、キューボ。答えキューボ。爆発？ヘビ？めっちゃいっぱいあるな。まだこんなにいっぱいあるんだ。アイスブロックか。アイスブロックはね、見るには関係ないですね。
速射撃ったしフリーズだな。ミスディレ、おお。ああ、そうか、そんないっぱいあるんだ。じゃあ殴んなきゃいいだろ。じゃあ怖いから殴んねえわ。次のターンこいつ行きそうじゃん。これ殴られて殴ってくるよな。51だろ。パンポンポコパン、はい、勝った。でもフリーズっぽいよね多分ね。確かに俺回復いたんだっけ。我は栄光な、あ、我は栄光なりももういねえんだ。何が出るかな、何が出るかな、てテレテンテンテテテレン、おう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 、おう、おう、おう、次のターン何点食らうの ?3、6、8? 最低でも。でも死んでるじゃん、これ。待って、俺あるの?また最後にこれガチャガチャしてこれ勝てるパターンある？これ。ガチャガチャガチャってやって。集合の合図とサプリーノとレノ、ふーんって感じなんだけど。よし。次のターンガチャ。次のターンガチャやって引いて勝ちだ。ガチャやってレノ引いて勝ち。見えたな。グニャ。今なんだっけ名前、これかカスタムローブ2、違う、何抜くっつったっけ。あ、クレクリ君か。やべ、なんか元のデッキにどんどん戻ってきたんだけど。やべ、元のデッキにどんどん戻ってきた。そういうことなのか、もしかして。近づいてきてるぞ。シークレット分かんなかったね。バイオレット2枚いらないね。向こうのガチャガチャ、そうだね。人は安定を求める。いや、だっていろいろ今日さ、まず、ゾースデッキからやったじゃん。飛躍。とか言っちゃって。バイオってテンポ出ししていいの？いいよ。むしろした方がいいと思う、俺。原点が最終点だった可能性は確かにある。いや、このゲームはテンポ取られたら負けだから。あ、ナイフ2枚になっていくか。あ、ナイフいらないね。そうだね。ナイフがなんか仕事した感じもしねえよ。ヨグミルローグ土蜘蛛まで戻す？あの時代まで。あの暗黒期。出してえもんだって。これ出してえもん、俺。でもまあ夢があるからな。俺たちには。俺たちにはまだ夢があるから出さねえけど。
今、ゆっこさんに綺麗ですねって言ったら、ありがとう、プラス手振りをしてくれた。ああ、さすがだな。今ね、ゆっくりになってんの。藤子さん、今日もいて、はい、ありがとうございます。これでいくわ、俺は。あ、こいつもしかしたら回復したりすんのかな。は？バレた？おい。え？あ、わかんねえ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 。やばい、俺のなんかいろんなものが崩壊しそう。わかんねえ。ああ、わかんねえ。わからねえ。わかんねえ、いろいろわかんねえ。え？この順番で出した組み合わせは何？は？ちょっとわからないですね、みたいなね。ちょっとわからないですね、みたいな風になってんだけど。でも、バイオレット出していい？バイオレットいらねえだろ。いらねえよ、こいつ。こいついらねえ、いらねえ。こいつの存在は不要だわ。絶対いらねえから、もう。もうテンポ的にちょうどいいわ、このバイオレット出すの。もう意味がわかんねえ。とりあえず、なんかミルだってバレたのか、それすらわかんねえわ。何もわかんねえ、俺は。ここは負けよって、まだ始めたばっかのランク17だぞ。そういえばあの YouTube のコメント何点中何点、難しいね、ちょっと評価、ちょっと待って、あのコメントちょっと引っ張ってくるわ。ちょっと待って、すげえね、ミステリアスないいコメントがあったんだよ。チームに紹介したい、ここで。YouTube のちょっと最近更新が遅れてるからさ、YouTube の話がなかなかできないから、ちょっとチームにここで紹介したいが、すごいね、ミステリアスないいコメントがあった。ここで、コメント紹介のコーナー。チャンネル、コミュニティ。フィンファンネル、ね、スニッパー、これ最近よく使ってるスニッピングツールだ、これだ。あ、ツールとか言っちゃった、ちょっと照れるね、恥ずかしいわ。あー、これ入んねえ、ゴミ入ってんのか。ちょっと待ってくれ、取り込めない、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って。今俺もやりってるけど、でも俺は遅延ビームはしたくないから、ちゃんとゲームはしっかり先に回しながらゲーム優先でやっていくから、そこは。相手がいくら失礼な安藤だとしても、やっぱりね、遅延は良くないから、ちゃんと進めていきたい。チーム集がした。確かに香ってたね。香ってるんだよね。すげえ匂ってるんだわ。早すぎるよ。まあいいや、ちょうどいいわ。ちょっと早すぎるわ。これ例の酒場についてたコメントね。ひどく嫌がらせをしておいて、ケラケラと笑うその性格に驚きを隠せません。あなたは、陰キャで、これ陰キャって読むんだよね。俺なんかこれがどこから来てる言葉なのか、最近の若い人の言葉みたいでちょっとわかんないけど、この意味がちょっとよくわかってないんだけど、
あの人が楽しくゲームをしていることを妨害することでのみはしゃぐことのできるクソファッキン BM 野郎だとこの時に気づけました。あなたの配信を見ている方の一人でも多くにこの事実を伝えられるように高評価をつけておきました。せいぜい今のうちに高評価の数という仮初めの評価で満足していなさい、ジーコ。あなたの人気がなくなるのはもうすぐです。かっこいい。これはね、これはね、なかなかそうなんだよ。クソファッキンにメッセージがこもってるんだよね。だからね、クソファッキンが入ってる時点で、あの、ティームのメンバーだろうなというふうに私は思ってますが、なかなかね、満足しなさい、ジーコ。あなたの人気がなくなるのはもうすぐです。いいね。この締め方はね、なかなか、これポイント高い。これはポイント高いんだよね。これ非常にいい。優秀な文章ですね。私もね、信じるか信じないかは、あなた次第です。みたいな。これはね、非常にポイントの高いね、ディス風のコメントだね。これ明らかにディス風のコメントなので。これはね、どういうレーダーチャートにしていくかっていうのは、本当にね、これから考えていかなきゃいけない。すごい、そのコメ、バイヤーで嘘ついてんじゃねえ。陽気なキャラの逆で、影キャラ、変化して、影キャラ。影キャラっていうの、これ。縦読みを探して、俺を最初探したんだよね。なんだろうなと思って。でもこういう風にね、こういう書き方だったんだよね。なかなかね、こういいコメント。これから、まあ、まずね、レーダーチャートを作るとしたらね、まず俺への精神的ダメージ。俺への精神的ダメージ。若干これはね、不気味な感じがしたからね、5点中の2とかね。精神的ダメージ5点中2。あと、どういうふうにするかね、あとは文章のセンス。言い回しみたいなことかな。言い回し的にはこれ4点ぐらいつけたいね。だからそういう風な形でね、何を5つのね、評価項目をちょっとこれから考えるわ。ちょっとそれは発表するわ。5つの評価項目。まず俺への精神的ダメージと、あとは、他だね。他のことをね、で、この5つのこう、全体として、何点の、ま、そうそう、丸が点なのか、なんか理系アピなのかな、みたいなね。わかんねえけど。そういうのをね、全体として評価していきたい、これからは。これからそういう風な企画もね、私はやっていこうというふうに。縦読みじゃないんだ、多分。やっていこうと思うんだわ。ジーコもそろそろアンチ欲しくね、あの人復活しないから、そうだね。あの人のコメントまだ探せてないんだよ。そうそう、あの人のコメント引っ張ってこれてねえんだわ。あれ、なかなかいい。あれ、なかなかいいね。コメントにもやっぱね、ちゃんと評価っていうのはするべきだと思う。そろそろラストゲームすっか。そうね、もう3時間だ。ちょっと安藤が早く去りすぎちゃって、ちょっと。一番ね、最初のあれは何点だろうね。すごく高いんだよね、あれは。あれはね、すごくね、高いんだわ。何点なんだろうね。あれは何点でしょう。俺への精神的ダメージはね、4。コミュ障でうんぬんっていうのは4。文章の最後のなんだろう。まあなんだろうな。ちょっとね、引っ付けたい。やっぱね、まず、5つくらいのやっぱね、こう、何チャートにしたいんだよね。まず先にそれをやんなきゃいけない。まあ、ウーズはあってもいいでしょ。出したら。そうそう、高評価なんだよね。そうそう。それなのに高評価なのみたいな。確か動画の31だった気がする。ありがとう。あ、それ探してくる俺、そうそう。探してないんだよね。元祖アンチの評価、あれちゃんと見直したいんだよね。あれは良かったんだよな。あれは良かった。31かちょっと探しておく先に。こいつにぐしゃー使ってもらえば、おっ、なにこれ絶対出てくるじゃん、次のターン。鬱陶しいやつ。超絶鬱陶しいやつ出てくるじゃん。どうするこれ。サップしちゃう？まあでもこいつ倒さないとな。で、その次のターン復活使ってくるんだよね。復活使ってこられたら、まあ、サップリーノでいいか。時間割とちゃんとエコンって、そうだね。あれ、割とダメージ大きかった。動画31つってるのはちょっと見に行かないとわかんねえわ、俺も。どうしよっかな。くっそ無理すればこのターン殺せるんだよな。どうしよっか。いやー、くっそ無理する？ドレイクだけ出す？それとも。うわー、あんまり良くねえな。まあ、キュレーターいるから、まあ、ここ結構ガンガンガシガシ行ってもいいのかな。ガシガシ行くか。
放送のテロップにするぐらい、そうだね。あれはね、よかった。あれはよかった、でも。なんか通り過ぎてしまったら、すごくいい思い出になったわ。ああ、そういえばいいことあったな、あんなこともあったな、みたいなね、ところはあるよね。強いじゃん、この復活プリ。ダメージすげえ食らってんだけど。クラペリーノなんだけど。これ強いぞ。ちょっと待って待って、まずい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 。来て、あの人。痛くない人。やばいね。でも倒さないといけないんだもんね。これやばいね。これラグナロス出てくんじゃない？もしかして。ここでラグ来たらやべえわ、マジで。ここでラグ来たらやばいと思うわ。多分じじる。これだよね。ちょっと見てみよう。バナちゃんはいいわ。バナちゃんはいい。バナちゃんは許す。うわあ、この時懐かしいなあ。後ろの背景もねえんだ。は？誰誰誰？イセラ？ちょっとイセラは予想してなかったんですけど、そういうことってあるんですかね。うん。総理さんとか帰れ。役立たずが。やけね。勘違いでした。あ、そうか、これ倒してポコポコ、あ、無理か。まあ、それよりギャンブルになっちゃうんだな。よし。除去されてくれよ。頼むぜ。ぐしゃやべえわ。あった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 じゃん。これ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 、見た目地味ななんちゃらかんちゃら、あるある、これ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 、これはクッソファッキンやべえわ。それでもやっぱフェイス殴らないあたりがほんと安藤って感じだな。こっち倒すべきだったな。こっち倒せたもんね。これとこれとこれで。いやでもどっちなんだろうな。あいつダメージ出るからな。いやでもこっちか。今の何？ブラン
カエルでバニ探すのね、ブランカエルでプレップと両方とも弾けるみたいな夢のプランみたいなこと、さすがに厳しいやろ、わかんねえけど。それでもあの一旦は耐えられるか、まあ一旦だったら耐えられたか。来てくれ、うんうん、来るな、死んじゃってるね。ブランバニカ、ああ最後にあれだ、ね、死ぬ前のやつな。よし、本日は以上です。なんかあれやるっけ。そうそう、あれだ、ソーシャル、ソーシャルの話と、あ、 Twitter と、YouTube やってるって話と、ぜひね、サブスクライブ、サブスクライブじゃねえよ、飛びすぎた。フォロー、よろしくお願いします。何に対してなずいたのか分かんない。終わったなっていう。今日も、ああ、終わったな。一日終わったなっていう。でも動画の編集というか、動画のポイ投げ。動画のポイ投げなんかやりやすくなったから、ちょっとポイ投げするわ。ちょっと今日 FFI やりません。本日はこれで終わりです。ありがとうございました。はぁ、あ。ああ、そっか、ゆっこりーのがやってるんだっけ。ゆっこりーのやってんの。今ハースストーンでやっている、私の仲間はいるのかな。うん、あ、ゆっこりーのがやってるじゃん。じゃあゆっこりーのとこ待って、お父さんやってないの。ちょっと待って、俺のイベントそっちも大事なんだけど、俺の締めのイベントなんだけどな、あれ。最近ちょっと長いこと やりすぎてるみたいなの見たんだけど、ああそういうこと、ああそういうこと、お疲れ様でした、ありがとうございました。アンチ減ったな、ま、昔からいないよ、あの兵、兵放送には。あの私どものところにはアンチはそもそも存在しないよ。何 ?49 ってないこれよ。10個4級は何、これ10個3級のパクリなの。ちょっと本人に聞いてみよう。10個4級は10個3級のパクリですか。ちょっと聞いてみよう。これパクリだよね絶対。また10個3級の真似ですか。これは要確認だろ。